はいみなさんこんにちはレックス専任講師森田隆史ですそれではただいまより不動産鑑定試験論文学習先取り夏から短期合格する方法を開始いたしますよろしくお願いいたしますはい、えー、本日ですねえー、っとまあ不動産鑑定試験のねガイダンスということになりますがまずちょっと簡単にね えー、画面の方を切り替えていきますけども、えー、論文学習先取りということで夏からでもですね、まあ、合格間に合いますので、まあ、その方法を私の方でお話しさせていただこうと思っております。えー、私はと言いますとですね、まあ、この鑑定不動産鑑定試験講座で担当あの、えー、講師をしております、まあ、経済学と会計学の、ね、担当しております、えー、森田隆一と言いますので、えー、よろしくお願いいたします。 でではですね、本日の中身のところに入っていきますが構成ということでまずですね、不動産鑑定士という資格はですね、まあ、結構、狙い目の資格なのではないかなということで、まあ、私は経済学が専門ですから、まあ、経済学という学問を使った観点からですね、狙い目の資格だということをね、ちょっと申し上げることができたらなというふうふに思っております。 それから2点目なんですけども、まあ、不動産鑑定士は魅力的であるならばじゃあどうすれば不動産鑑定士になれるのかということで、まあ、資格試験ですからもちろん試験に合格しないといけないということなんですけどもその制度についてね、えー、お話しさせていただきましてで、まあ、その試験に合格するにはじゃあどうしたらいいのかということで、まあ、レックは不動産鑑定士験の講座をまあ用意させていただいておりますけども夏からでもです、ね、間に合っちゃうということで、えー、まあその講座のね紹介を を最後にさせていただこうと思っております、えー、ではですね不動産鑑定士という資格はですね狙い目の資格だということで、えー、お話しさせていただきますけども 私、経済学をやっておりますので、まあ、このレックでもそれから大学でも経済学の講師をやっておりますので、まあ、エコノミストという、ね、立場から視点からですねこの鑑定士という資格をですね、えー、見てみますとですねどうなのかなというとまずね、狙い目かどうかっていうのはですね、まあ、需要と供給を考えていただければいいのかなというふうに思いますね。 でえーまあ、人手がまず足りてないと、まあ、そういった場合、まあ、供給が少ないというふうに経済学では考えるわけなんですけれども、まずこの供給が少ないというのはです、ね、まあ、非常にねらい目の資格の一つなんですよね。 えーまあ,あの後でちょっとお話をさせていただきますけど結構、人が足りなくてということで、まあ、この不動産鑑定試験というのはですね、まあ、国交省が携わっているわけなんですけども、まあ、国交省なんかももう少しやっぱ増やしていかないとということで、まあ、ある意味危機感を感じてですね動いているというように私は考えているんですけども、まあ、したがってです、ね、後ほどちょっといろいろまた詳しく見ていきますけど、まあ、人が手が足りてないと供給が圧倒的に少ないのかなということで非常にそういった意味ではね仕事あのライバルが 一方で,です、ねまあ、経済学は需要と供給で考えますので、まあ、需要はどうかというと仕事は結構多いんですよね。 こちらもですね後ほどお話しさせていただきますけどもこの不動産鑑定士という資格はですねあの民間からお仕事をいただくというねそういったお仕事のタイプもありますしあるいは公的機関からお仕事をもらうというねそういったタイプの仕事もあるんだということでありますしそれからコンサルティングなんかにもあの携わることができるということでですねまあ本当にいろんなところで仕事ができるというねそういった強みがある需要がいっぱいあるのかなということでそういったところでもね こののの鑑定士というのは、ね、狙いうは狙目の資格なのかなとこの1と2が揃っているという、ね、そういった資格っていうのは狙い目の資格だというふうに私は考えているわけなんですけども経済学という学問を使えば需要と供給これで考えますけども供給が少ない。 これはもうライバルが少ないってことですからねで需要が多いっていうのは仕事が多いってことですから、まあ、供給が少なくて需要が多いタイプのですねそういった資格を目指すのがいいわけで、まあ、鑑定してのはそれに値するのかなということでしょうかね。ではそれぞれぞ見ていきますけれども えー、三大国家資格というふうにね実は言われてるんですけどね、えーまあ、この不動産鑑定試験というのは三大国家資格の一つというふうに、まあ、一応言われておりまして、まああのー、じゃあほの資格は何ですかというと、まあ、司法試験ですよね、えーまあ、司法試験、まあ、弁護士以外にももちろん司法試験合格者というのは裁判官であるだとか、えー、あるいは検察官であるだとか、まああのーえー、弁護士以外も司法試験合格者ということで、あのー、他の道もあるわけなんですけども、まあ、主に弁護士ということで欠かせ 三大国家資格の筆頭に来るのはやっぱり司法試験、えー、なのかなとでこちらはですね今非常に、まあ、人が多くてですね、まあ、約3万5000人ともうちょっといるのかもしれませんけども非常に人が増えていると、えー、ここ十数年で非常に、まあ、人がですね増えたということでまあこのそういった意味ではですね、まあ、供給がですね多くなっちゃったということで、えー、先ほど私が申し上げましたねあの供給が少ないっていうのが鑑定試験のいいところ くるだとというと鑑定士のいいところだということを申し上げましたけどえ弁護士の場合はですね供給が多いっていうことでねここはちょっと問題なんですね、まあ、もちろんこの平均年収が高いということなんですけどもそれはですねやっぱりあの平均年収が高い方それこそ M&A だとか企業のホームに携わっている方なんかはね、えー、あのもちろんす,あすごい,い,いか、えー、稼げられてることなんでしょうけどもやっぱりこれだけその弁護士さんの数が増えてきてですね、まあ、仕事が結構奪い合いになっているような状況ですからえ弁護士で価値 自の方はすごいでしょうけれども逆にまあ仕事を取り損ねてしまっているような方なんかは、まあ、それほどでもないのかなというようなことかもしれませんので、まあ、そういった意味では供給が多いんでね、まあ、勝負するのは大変な領域なのかなというふうに思いますね。 でそれから、公認会計士ですよね。えー、まあ公認会計試験に合格してということで、まあ、会計ないしは監査の専門家ということなんですけども、えー、約3万人というふうに言われておりましてですね、まあ、こちらもやっぱりまあ今、増えてきておりますよね。えー、なのでまああのどうなのかなというふうなことでありますけども。 で一方で、我が不動産鑑定士なんですけれども、えーまあ、約9000人ということで、まああのーまあ、数字を、ね、単純に比較するというのはどうかというふうに確かに思うんですけれども、まあ、圧倒的に、えーまあ、人数としては、ねえー、少ないかなということで、まあ、そういった意味では希少性が高いかなと、えー、そして仕事の量に比べてです、ね、供給が少ないかなということで、えーまあ、非常になじみが薄いんでね。 三大国家資格というふうに言われて、まあ、弁護士公認会計士はパッと出てくるでしょうけど不動産鑑定士ってなかなかね、三大国家資格というふうに言われて出てこないんじゃないかなという,ふうに思うんですけども、まあ、しかしながらまあ三大国家資格の一つというふうに言われておりましてですね、まあ、そういった意味ではね、非常に狙い目な資格であるのかなというふうになじ、ねまあ、あみが薄いあまり知られていないということで、まあ、そこもやっぱり狙い目のところなのかなというふうに思いますね。 でえーまあ、供給が少ないという、まあ、一つの、ねえー、お話を申,して申せばですね、まあ、高齢化が進んでいるということでありまして40%超が60歳以上という数字もあったりするんですよね。 ある説によればということなんですけれども40%以上が60歳以上であればですね、まあ、これはかなり高齢化が進んでいるということですから、まあ、今後ですね、えーまあ、あ不動産鑑定の仕事を回すのにですね人が足り,の足りるのかというねそういった問題が出てきているということですね一説では平均年齢が50歳くらいなんじゃないかというふうに言われておりましてですね、まあ、かなり高齢化がね他の資格と比べて進んでいるということなのでやっぱり若い方っていうのもこれからどうか どんどん排出しなければいけませんしあるいはその、うん、人数も増やさなければいけないということでしょうから、まあ、これからそういった意味ではですね今ここ入,入り込んでしまえばですねその鑑定士の業界に入り込んでしまえば、まあ、相当そういった意味ではあいい思いができるのかなというふうに思いますね。 あのそうですね私はですねこの不動産鑑定士試験の講座で経済学ないしは会計学の授業を担当してるんですけども、えっとですね、2018年に私今これ収録してるんですけどね2018年で私11年目になりましてですね、まあ、結構長く我ながらやったなというような感じがあるんですけども。 でまあ、それでちょっと申せばです、ね、確かにです、ね、2009年とか、ねまあ、2009年の秋にリーマンショックというのが起きましてです、ねまあ、アメリカで、ね、大手金融機関、まあ、証券会社、まあ、投資銀行の一角である、ね、大手の一角である、ね、リーマン・ブラザーズがもう倒れたということで、まあ、64兆円の、ね、負債を抱えて倒れちゃったからも、まあ、世界中にもう大激震が走ったということで、まあ、日本はそれほどれほど 影響が大きくないんじゃないかというふうに当初は思われたんですけども、まあ、ものすごい円高が進みましてね日本経済はものすごく悪くなってしまったんですよね。 その、まあその,後のだから要は2018年の秋以降というのは日本経済非常に低迷してしまいましてね、まあ、その頃なんかはね確かにあの鑑定士合格した後やっぱ就職なんかは厳しかったっていうのは私はあの合格者の方を見てね、えー、実際そういうふうな感想を抱いてるんですけども、まあ、しかしながら最近はですね、まあ、あの結構景気もですね、まあ、戦後戦後,最戦後2番目の長さですかね現時点ではね。 後継期の循環に今入っておりますから、まあ、そういった意味では、まあ、あの人手不足感が出てきておりましてですね、まあ、その不動産鑑定の業界でもです、ね、就職スムーズにね、えー、あの行ってる方が多いのかなというふうに思いますね。 ところに結構その年齢がいって合格された方もですね希望のところに入れてるのかなというふうに思いますんでまあかなり就職の状況もね今はいいのかなというふうに思いますのでやっぱり今がチャンスかなというふうに思うんですよねやっぱりねオリンピックの後っていうのはねこれからちょっとどうなるかわかんないかなとちょっと蓋を開けてみないとわかんない感じなんですよねですからそのオリンピックの後よりもその前にねやっぱり合格するとまあ結構こういあの希望しているところね就職転職っていうのができると思いますんで。 やっぱりなるべく早くということが必要なのかなというふうに思いますねでは不動産鑑定士のですね仕事ということでありますけれども不動産鑑定評価業務という、ねまあ、仕事があるんですね。 まあ不動産というのはですね、まあ例えば何かなというと土地とか建物ですよね。で、鑑定評価っていうのはね、要はその不動産の値段を計算するっていうのが鑑定評価なんですね。なら要は不動産、土地とか建物の値段を計算する、そういった業務がですね、不動産鑑定評価業務なんですね。 でこれは、まあ、先ほどもちらっと申し上げましたけど、まあ、国がですね、えー、国とかあの地方公共団体公的機関がお客さんである公的評価とそれからまあ民間の企業なんかがお客さんである民間評価この2つから成り立ってるんですよね。えー、っとですねこちらですけども理論的に土地や建物などの不動産の価格を求める業務と、まあ、理論的に求めるんだと。 まあ実,際の値段実際売買されてる時に、ねえー、使われる値段っていうのはです、ねまあ、それは時価とか時勢価格というふうに言われるんですけどもあの不動産っていうのは時価とか時勢価格ってかなりもうその時の状況でブレたりブレたりっていうかあの、えー、本当はこの土地の値段なんて 例えば1,000万円だよねっていうのがその時の経済状況でバッと値段が上がったりするんですよね、まあ、バブルの時なんかそれ顕著だったわけなんですけども崩壊して一気に下がるみたいなねですから、まあ、そういったその時価とか時勢価格といわれる今の値段ではなくてですね理論的にはどうなのかなとこういうね その理論的に考えると土地とか建物などの不動産の値段ってどうなのかなっていうねそういうことをやるのがこの不動産鑑定士不動産鑑定評価業務と言われるものなんですね。でこの業業務務はです、ね、独占業務ですすね独占したがって、まあ、そういった意味では希少価値が高いというふうにこれ考えましてですね独占業務ですからこれ供給がそういった意味でも少ないということなんですよね。 だから例えば、でですね、うん、そうですねねそう税理士さんの仕事というのはですね、まあ、公認会計士の資格をお持ちの方はあの登録すればですね税理士の仕事もできちゃうとえ弁護士も登録すれば税理士の仕事できちゃうということですから、まあ、独占業務ではないのかなと、まあ、独占業務というふうに言われたりもしますけどもあの弁護士とか公認会計士が登録すればそっ,ちに参そっちにも参入できちゃうということですよねねししかしながらこの不不動動産産鑑鑑定定士という評価業務はですね。 弁護士だろうが、公認会計士だろうが、あ,あのできないと、えー、不動産鑑定評価業務に関してはできないということでありまして、不動産鑑定士以外はやっちゃいかんと言われるね業務、まあつまり独占業務になるわけなんですね。独占業務ですから、どんなに知識がある人もですねできないということで、まあしたがってまあそういった意味では希少価値が高いですよねと、えー、まあ弁護士さんもですね、それから公認会計士さんもその不動産鑑定評価 業務はできませんからそういった意味では供給が少ないですよねと鑑定,しかで鑑定士しかできないということで供給が少ないですよねとそういった意味で魅力的ななな資格なのかなといいう,うに思いますねそれからまあコンンサルティング業務ですねクライアントお客様がですね問題を抱えているわけなんですけれどもその問題に対して答えを出していくソリューションを提供していくそういった業務がコンサルティング業務ということですよね。 まあ、コンサルティング自体はです、ね、別に国家資格いらないんですよ。まあ、中小企業診断士という、ねまあ、そういった国家資格もありますけれども、別に診断あのコンサルティングの資格がなくてもコンサルティングはしてもいいわけですよね。だからそういった意味では独占業務では全くないんです、コンサルティングというのはね、えー。しかしながら、やっぱり不動産鑑定士というのは先ほど申し上げましたように三大国家資格の一つ、えー、不動産資格、不動産系の資格の最高峰に位置する、まあ、そういった資格でありますから、やっぱり不動産に関する お困り事があったときに解決するそのそういったソリューションを持っているのはね、やっぱり鑑定士がなのかなということで、まあそういった意味でね、えー、不動産鑑定士というのはコンサルティングにもあの力を入れることができるのかなということですね。やっぱ最高峰の資格ということはですね、それだけスキル、えー、まああるいは知識、えー、等を持ちということですから、ああそういったね、えー、複雑な問題に対するソリューションもですね。 出せるのかなとということで、まあ、コンサルティング業務なんかもね不動産鑑定士さんのね仕事の柱の一つであるというふうに考えることができるのかなと思いますね。ではですね不動産鑑定評価業務ですねまず公的評価について、まあ、簡単にちょっとお話しさせていただきますけれども、えー、まあ依頼主ですね、まあ、公の機関つまり国とか都道府県ですね でまあ、仕事の場面なんですけども、高知地下というのがありましてね、まあ、あの国交省が毎年1月に出してるんですけども、あのそうですね、代表的なです、ね、敷地をです、ね、選んで,です、ね、で2万6千だったと思いますけど、敷地を選んで、ですねそこでまあそ,のその敷地の値段を定めていくということで、まあ、国交省が毎年1月、ごめんなさい、えー、っと、三えーっ,とえー、っと、毎年ですね、 いつだったかな1月1日時点の3月に確か公開してたと思いますけれども、えー、それがまああの工事地下と言われるものなんですよね。ですかね、えーでえーまあ、これが工事地下と。 それからまあ相続税路線価というのがありましてこれは国税庁がですね1月1日時点のものを7月1日に発表しているんですがまあ例えば相続税あるいは贈与税なんかを計算する際の,えまあその行動の値段ですね、これが相続税路線価というふうに言われるんですけれどもまあこれ国 国税庁なんかが発表しているとでこの工事地価は国交省ですけども、まあ、国交省とか国税庁なんかが発表するこのね、えーまあ、土地の値段なんですけども、えー、これというのはですね、まあ、実際に計算すすするのは官ででよよとうことこういね、まあ、ち,なみにちなみにこの工事地価の大体8割がですね相続税路線価と、ね、相続税路線価の値段っていうのはですね工事地価の大体80%になってますよというふうに言われておりますね。 それからですね裁判所の競売ですね裁判所の競売の際にですねあのその物件のですね値段っていうのを、ね、あの決めなければいけませんからそういったところでも不動産鑑定士っていうのはもちろん携わりますし。 まあ,あるいは公共用地の取得ですね国有地としてまあ取得する際にそもそもそれいくらあるのということで、えー、まあそういった場面なんかでもですね不動産鑑定士さんは入ってくるのかなということで、まあ、これあの公的評価ですからねこれ毎年安定したこういった仕事があるということで、まあ、あの一定の需要がね毎年見込めると。 こういったまあ工事地価相続税汚染価などで毎年ねこれ発表してるわけですからまあしたがってね景気が悪くて,も良くても良くてもですねこの仕事は毎年あるということですからねそういった意味では毎年安定した需要があると公的な仕事があるというのはそれは強みですよねと。他の国家近くでねねそ,ののそういった、ね うんあの観光庁がお客さんになるような資格っていうのは、まあ、例えば国選弁護人っていうのもあるのかもしれませんけどやっぱりこの鑑定士さんっていうのはそういった、ね、公的なそういったお仕事なんかは特にある資格なのかなというふうに思いますね。でまあ「工事地下」ま「あ、地下工事」それについてもちょっと簡単に補足させていただきますけども地下工事法っていうのがありまして、まあ、国土交通省 土地鑑定委員会というところが、まあ、その工事地価を発表するそういった、まあ、そ,のその地価をね工事するというのが地価工事ですけれども毎年1月1日時点のですね、まあ、2, 2万6千の標準値の客観的に妥当な価格、まあ、正常価格って言ったりしますけどそれを工事すると、ね、で実際計算するのは、まあ、鑑定士さんですよとでこれは土地を取引する際の重要な指標になりますよと。 まああの実際、土地を取引す引でする、ねまあ、あの際の値段というのはまあ時価、時勢価格と言われるものなんですけれども、まあ、それをやっぱりね、そ,れのやっぱりあのそういった時価を決める際にもやっぱりこういった、ねえー、まあその工事地価ですね、それというのはまあ重要な指標になってくるのかなと。 で2018年のですね、まあえー、地価最高額ですけれども、まあ、確か3月に出ておりましたけれども銀座4丁目の山の楽器銀座本店ですね、まあ、銀座の中央通り三越の前なんですけれども、まあ、そこの値段が毎年、まあ、一番だというふうに言われてるんですけれども2018年に関しては1平方メートルあたりですね5550万円ということでこれ過去最高を更新しましたね。 えー、確か2017年はね5500万円だったかなというふうに思いますけど50万円アップしてですね2018年はさらに過去最高という2017年も過去最高だったんですけどね過去最高さらに更新したということですよねまあ値段が上がってますよと。で えー、不動産鑑定評価業務の二ということでこの民間評価ということで、えー、お客様がですね民間の機関、えー、民間ですよと、えー、企業だったりあるいは個人っていうね、えー、お客様もいらっしゃるということなんですけども、えー、仕事の場面なんですけどね、えー、不動産の売買ですねそれからあ不動産を売る際買う際そもそも時価はあのいくらいくらって分かるけども実際理論的にはどうなのとね 今、これ今売るとしたら例えば1,500万だとそれは時価はそうかもしれないと実勢価格はそうかもしれないとだけども理論的にはこれって本来いくらぐらいのものなのっていうのをやっぱりね実際、売ったり買ったりする際は知りたいでしょうからそういったね不動産の売買なんかの場面でねやっぱり不動産鑑定士さんの仕事がね発生するのかなと。 まあ同じように担保とか賃貸の際にもですね不動産鑑定評価業務というのは絡んでくるのかなとそれからまあ相続ですね最近なんかこの相続なんかも多いのかもしれませんけどえまあ親父さんから息子さんへ相続する際にですねそもそもいくらなのかなとそういったのをやっぱり知りたいというねえまあそういったニーズもありましょうしそれから M&A ですね。 まあ M&A はものすごくもう増えておりますよね。えー、っとついこの間あの出てましたけども、2017年ですね、M&A も過去最高ということで3,500件の M&A がなされたということで、えー、ありますね。でこれはね確かあの。 2011年に、まあ、底を打って毎年それから増えていってということでもう M&A はもう、まあ、海外の M&A ももちろん増えておりますけれども、えー、この3,050件のうちの7割国内の M&A ということで M&A っていうのはもう今活発に、まあ、企業の買収ですね合併と買収のことは M&A とマージャン・アクイディションというふうに言うんですけれどもこれが活発に行われているのかなということですよね。で M A、する際に、ね、例えばとといいうう会社が B という会社 買うとその際に B という会社が持っている不動産ですねそれが、えー、それの理論的な値段っていくらなのかなっていうのをその際にやっぱり不動産鑑定士が、えー、介,入し介入するっていうか入ってですね鑑定評価すると、ね、不動産の鑑定評価をするということですから M&A なんかが増えていくとですねやっぱり鑑定士さんの仕事も増えるのかなと。 それからまあ最近ではこの不動産の証券化リードですよね、えー、まあそういったのも増えておりまして、ですねリードなんかがどん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 増えていくと、ですねやっぱりその、えー、それには不動産鑑定評価というのは、えー、ついてくるわけですから、えー、そのリードなんかもね不動産の証券化なんかも増えてくると、ですね不動産鑑定評価業務の仕事も増えてくるのかなということで、その仕事の場面、ですねもうこの民間の方もですねまあ結構こ、これからも多いのかなというふうに思いますね。 まあ、あ言ってしまえば需要が多いのかなと。 いうふうに思いますね。ですからまあ供給が少ないのかなとね。平均年齢が50歳、40%以上が60歳以上ということで、まあ供給がこれからどん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 減っていくだろうと。だけど需要は結構ありますよと。しかもあの他の国家資格と違ってですね、公的な仕事も結構ありますから。公的な仕事っていうのはリーマンショックがあってもですね、そんなに減らないんですよね。えー、リーマンショックがあったからですね、例えばあ今年はあ地下工事を出しませんとね、えー。リーマンショック があったから景気が悪いから今年は相続税路線化を出しませんとそういったことはありませんから従、まあ、ってですねあの需要が公的な需要もありますんで、えー、ま従、あ、ってそこが強みなのかなというふうに思いますねでは、まあ、一方の柱であるコンサルティング業務になるわけなんですけども いろいろちょっとね列挙させていただきますけれどもまず不動産の有効活用の提案ということで、まあ、やっぱり不動産系の最高峰の資格ですからねやっぱりその不動産の有効活用の提案っていうのはやっぱり鑑定士さんのお箱なのかなということでまあこういったね、えー、コンサルティングができるかなとそれからマンションの建て替えの際のコンサルティングですね。 それからまあ市街地再開発事業等にかかる不動産の権利調整ということで、まあ、やっぱり権利関係が複雑なんですよね。で権利関係が複雑なところにやっぱ不動産の知識、えー、そしてノウハウそういうのを持ってる方がやっぱ間に入るっていうのが大切なことでしょうから、えー、そういったところでもコンサルティングの余地があるのかなと。 それから、まあ、CRE 戦略コーポレートリアルエステート戦略というふうに言うんですけども、まあ、企業が所有している不動産ですねコーポレートリアルエステート企業が所有している不動産なんですけどもそれの有効活用を提案するっていうのも、まあ、最近これがね、えーまあ、あの注目されているのかもしれませんけども、まあ、そういった提案ができるのはやっぱりこんあのそういった提案そういったコンサルティングができるのはやっぱり鑑定資産じゃないと,いと無理なんじゃないのかなということですね。 それからプロパティマネージメントというふうに言いまして不動産管理業務ですね PM っていうふうに言ったりしますけど、まあ、それなんかもやっぱりコンサルティング業務としても、えーね、こういう,うタイプのコンサルティングもあるのかなということで、まあ、ちょっとざっとで列挙をしただけでもですね、まあ、これだけあるということで需要もやっぱり多いんじゃないですかと。 ちょっと CRE に関してあの少しね、法、え、則、ー、させていただきますけれども、まあ、キリンホールディングスですね、まあ、17社がありますけれども、中野に結集したんですね、まああのえーまあ、キリンという、ねえー、企業はですね、 まあこれまで、グループキリンのグループキリンってもともと三菱の企業ですからまあ丸の内がキリンのねえ丸の内は三菱のそういった町ですからえまあ丸の内にいたわけなんですけどそのキリンホールディングスのグループっていうのはこのえそのグループ各社が結構点在してたんですよね。点在してたんでその17社一つにまとめようということでねえま,あまさに CRE 戦略を実践したということなんですけども中野に結集したということですね。 まあ、中野セントラルパークっていうのがね、まあ、あのご近所さんなんですよ、あの私が今ここで収録しているのはレックという、ねえー、中野に本社があるんですけどもそのご近所さんに中野セントラルパークっていうのが何年か前にできましてねそこにこうあのキリンホールディングスが引っ越してきたということでその17社あのキリンホールディングス17社が、ね、そこに一、まあ、つにこう、ねえー、集まってきたということなんですよね中野に結集したと。 まあ昔は、ね、その中野セントラルパークって警察大学校があった、まあ、警察大学校とかいろんなのがあってそこの跡地にねその今できたということなんですけどね。 でまあそのですね、えー、まあそれでキリンまあホールディングス17社って結構ねいるんですよねまああのちょっと雑談ですけどね、えー、まあキリンビールだとかキリンビバレッジだとかねあとメルシャンねワインのメルシャンもキリン系の企業ですしまああと小岩井乳業ですね小岩井乳業もあの三菱あの三菱キリンなんですよまあ小岩井っていうふうに聞くとねあのえ三菱なのっていうふうに言われる方いらっしゃるかもしれませんけど小岩井の 岩岩岩っていうのは岩崎のは崎なんですよ小祝いってあの3人でこう作った企業なんですねえ小野さんと岩崎さんと井上さんで作ったとでその頭文字を取って小祝いなんですよね。でい岩崎さんっていうのはその三菱ですから岩崎弥太郎が三菱を作ってということで岩崎家っていうのが三菱ですからねだから小祝いっていうのはむ昔から三菱系の企業なんですけども、まあ、今は麒麟のね、えー、子会社になっているということでその、えー、小祝乳業もですね あのえー、中野に今来てるということですねで1か、えーまあ、所に集まってそれであの中野セントラルパークの新しいビルだとですね、えー、防災とか安全性の観点でも新しいビルですから安全ですよねと、まあ、特に日本は地震の多い国ですから、まあ、そういった意味では防災安全性の面ではいいんじゃないですかと。 1> そ1からまあ一箇所に集まるということでまあ効率化が進むコミュニケーションが円滑化するわけですよね、やっぱり点在しているとですね、電話で話す、メールでやり取りするこれはもちろんできますけれどもあるいは電話会議これはもちろんできますけれどもやっぱりね、なんだかんだ言ってフェイストゥーフェイスだと思うんですよね、やっぱりなんだかんだ言って何かが生まれるというのはフェイストゥーフェイスだと未だに思うんですよ、私は。 一時私がね学生時代の時なんかはインターネットがこれからどんどん発達してですねえ地方にいてもね田舎にいてもビジネスできちゃうぞというふうに私の時はよく言われたんですけどもやっぱりじゃあ,あの蓋開けてみてどうなったのかというとやっぱりまあ東京に結局集まってきてるということですよね。ですからまあもちろんね地方でもできなくあのもちろんビジネスはできるんでしょうけどもやっぱり東京にいて一箇所に集中するとですねフェイストフェイスのやりとりができる。 そだから私も大学でね、まあ、あの教えておりますからそれでまあいろんな先生とね話して、まあ、私は大した学者じゃありませんからあれなんですけど、まあ、やっぱり優秀な先生同士がね話しててで私が横にいてでその先生同士のやり取りを見てるとですねこっから発想が生まれて一つの理論が生まれるのかなっていうねそういった場面をねちょ,ちょこちょこ見ますよ。 私なんかは大した人間じゃないですからあ,あそうですかというふうに感心するだけですけどもやっぱりこのフェイス・トゥ・フェイスからですねそれでこうじゃないかいやいやこれはこうなんだよというふうなそのフェイス・トゥ・フェイスの,その議論そこからまあ一つのですね、えー、またその高いところへの,その考えが 考えがもう一段ねアップした考えにねランプアップしていくということだと私は思ってるんですよね。やっぱりフェイストゥーフェイスってそういった意味では大切なだとメールでのやり取りこれだったらそこまで行くのかなとね。 あるいは電話でのやり取り取それだったたらそこままでいいっっのかなとううふうに思いますのでやっぱりこうフェイスとフェイスだとあの、ね、大学だったら一箇所にこう、ね、先生同士が研究室が例えば隣とかということで一箇所に集まってますからじゃあ今日ちょっと一緒に帰りましょうみたいなね一緒に飯でも食いましょうみたいな感じで,でそこでこうなんか話しててまた一つのひらめきアイデアが出てくるっていうことやっぱりフェイスとフェイスコミュニケーションというのは私は大切だと思ってますんで、まあ、従いましてね あの一箇所に集中するとこのコミュニケーションの円滑化ここからまた新しいものが生まれるということで、まあ、やっぱりこのね、えー、結集するっていうのは一つのね、えーまあ、とても大切なことなんじゃないのかとでそれからやっぱりねバラバラだとですねそれぞれでコストが発生したりしますんで、えー、一箇所に集中すると重複するコストが消えてしまいますから削減できますんで、えー、これなんかメリットかなとでは、まあ、今度その次なんですけども。 不動産鑑定評価業務のフローということでまずお仕事の流れなんですけどねお客様からお仕事の依頼を受けますよとでその後にですね、まあ、あのこの不動産はいくらかなということで、まあ、現地調査をするわけですねそしてまあ資料を収集するわけですよね要は計算する際のネタを揃えると。 お客様からお仕事の依頼を受け付けてでその後不動産の値段を計算するわけなんですけど計算する際のネタを収集するつまり現地調査資料収集ということなんですね。で、えー、計算する際のネタを集めたらその計算してですね鑑定評価書を作成しお客様にお渡しするとこんな流れになりますね。でまあ合格後の道になりますけどね 独立開業これは結構ねあの不動産鑑定士のいいところなのかなというふうに思うんですよね。例えば私の受講生の方でも不動産鑑定士の資格を、ね、あの目指す方ってあの宅研を取得して鑑定士っていうふうな流れも多いですし、まあ、あるいはあのそうです、ね、土地家屋調査士とかねあと最近だったら公認会計士の方も多いですね私の合格者の方でも会計士、えー、合格されてる方結構多いですよ。 あるいはあの弁護士の方なんかもねあのいらっしゃいましたし、えー、結構ねいろんな、まあ、あと建築士も多いですね、えーまあ、そういったいろんな資格をあのいろんな資格があってでその資格を持っている方がこう鑑定士の資格をさらに目指すっていう方が多いんですけどもあの土地勧告調査士の方がね言われておりましたけどね結構ね独立するの金かかるんだとなんかこう測,量する測量の機械とかがね100万とか数百万とかねなんかこう結構ねえそんなにするんですかっていう話をしたことがある んんででですすすけども結構金金ががかかるんですよかかるるよよ測量のの機っていいうはらしいんですよねだから結構その独立するの大変なんですよと金かかりますよということ聞いたりしますけども、まあ、鑑定士さんはねまあ、鑑定士さんに聞くとですね「うん、まあ、パソコンあってパソコンは必要だよね」みたいなこと言いますけどもまあ、そんなにその測量の機械とか何百万もするのを買わなければいけないという内容な,なんで、まあ、そういった意味では独立開業っていうのは可能なのかなと。ね 1>, まあ、あ 1, 1年目から、ね、この公的評価に携わるのは難しいのかもしれませんけど、えー、毎年です、ね、着実にです、ね、あの仕事を進めていくとです、ね、この公的評価の仕事なんかももらえるようになると増えていくというふうに聞きますので,で増えていったらこの毎,毎年、ね、一,定一定の安定した収入があ公的評価から得られるわけですから、まあ、それは鑑定士の,その、ね、独立開業をした強みにつながるのかなと。 でそれからまあコンサルティングをする際にですねやっぱりこう差別化というのを考えてであのやっぱりね、えー、合格後独立っていうのもあの考えてる方が多いですよねだから先ほどのですね。 あの私の受講生の方では会計士の方が多いということを申し上げましたけれども例えば相続やりたいという、ね、会計士さんがいましてで不動産で、ね、これから相続っていうのも増えていきますから,だからその不動産鑑定書を取ると不動産関連の,つあの知識ノウハウこれがまた手に入ってっていうことで不動産鑑定書を目指しましたみたいな方もいらっしゃいましたし、まあ、やっぱり差別化を進めていくとね。ね 英語ができることも差別化だと思いますけど何でもいいってい,い,いうかねその差別化を進めていくとまたコンサルティングのねその、えー、枠がひあの広がるのかなというふうに思いますから差別化っていうのが、まあ、一つの経済学でいうキーワードなんですけども、えー、コンサルティングする際にそのね 建築士と絡めるだとか会計士と絡めるだとか税理士と絡めるだとか土地化屋口をさす人と絡めるだとか、まあ、そういった差別化によってその独立開業で、えー、このね力を発揮するということがあるでしょうし。 あるいは、まあ、その新たにも会計士の資格を取るのも大変ですと言われる方はもう共同経営ですよね。弁護士とか公認会計士と一緒に共同経営してワンストップのサービスを提供するというねそういったことでもいいでしょうけれども、まあ、いずれにしても独立開業というねそういった道も鑑定士には、えー、十分あると。一方で、えー、これもあるんですよ企業内関係し鑑定士ということで、まあ、要は勤めながらということで。 えー、不動産鑑定事務所というのがこれありましてね、まあ、例えば日本不動産研究所大和不動産鑑定谷,谷沢総合鑑定所という、まあ、3大鑑定事務所というのがありますけども、まあ、そういった鑑定事務所で働くっていうこともできますしあるいは信託銀行、まあ、信託銀行もこの鑑定士さん多いですよね。 あるいは最近,最近というか丸、ね、3番で不動産会社、建設会社、鉄道会社この不動産会社、建設会社、鉄道会社というのは今都市の再開発プロジェクトというのを進めておりまして、ねえー、それで、まあ、あの鑑定資産が必要だということでありますから、まあ、私の重厚生の方でも、ね、やっぱり、ね、大手の不動産会社の方大手の,あのスーパーゼネコンの建設会社の方 えー、それからまあ鉄道の方こうもう本当にいっぱいいらっしゃいますねもちろん信託銀行の方もそうですけどあとやっぱり観光庁ですね、まあ、国有地を売却するだとか、まあ、あの森友家計問題なんかでも、まあ、そういったところがあったのかもしれませんけども国有地売却する際にですねやっぱり鑑定士が、えー、観光庁の中にもいた方がですねいいんじゃないかという動きで、まあ、最近はあいろんなあの、まあ、例えば財務省なんかでも、まあ、増やそうとしておりますし、まあ、あるいはやっぱり金融機関ですね信託銀行 にまあ、例えば、まあ、いろんな金融機関銀行なんかはもちろんそうですけども、えー、その不動産と関係しますからあそ,の、ね、そんなところでも企業内鑑定士っていうのがね必要なのかなという話ですね。 えーまあ、以上がですね、この不動産鑑定士は狙い目ということで、えー、お話しさせていただきましたけども、えー、ここからはですね、不動産鑑定士、まあ、今お話したのは、まあ、不動産鑑定士の魅力的なお話なんですけどもじゃあそういった不動産鑑定士になるためにはどうすればいいのかと国家資格ですから試験に受,け受かんなければいけないということで、えー、ここからちょっとパンフレットを使ってですね、お話しさせていただければと思いますね。 でまあ、試験に合格しなければ話になりませんよということなんですけども、えー、このまず、ね、不動産鑑定試験というのは2段階選抜方式になっているんですね。 担当式試験そして論文式試験というのがありましてまずこの担当式試験に受からないことには何も始まらないとで担当式試験っていうのはいつあるんですかっていうと5月の中旬の日曜日なんですね5月の中旬の日曜日、まあ、母の日に開催されるとじゃあ科目は何ですかっていうと担当式試験はたった2科目なんです 担当式試験はたった二科目で、行政法規と鑑定理論という二科目なんですね。で、それぞれ百点で二百点満点。そして、えー、合格基準がですね、おおむね七割という基準なんですね。まあ、おおむね七割っていうところからお分かりになるかもしれませんけど、相対評価なんですよ。ですから、まあ、難しい年はね、問題が難しくて。えー、受講、えー、受験生の方があまりできなかったという時は、もう、あの、えー、もちろんおおむね七割を。下回って合格っていうことになりますし。 えーまあ、そんなに難しい問題ではないというのならば7割で合格っていうことになるでしょうからまあ,あの相対評価なんですよね。まあ、だからその資格試験にはね相対評価と絶対評価っていうのがありましてね、まあ、例えば簿記の3級とか2級とかああいうのはね、えー、70点以上で合格っていうことですから、まあ、絶対評価っていうふうに言っていいのかなというふうに思いますけれども、まあ、鑑定試験は相対評価であるとおおむね7割で担当式試験は合格と。で 論文式試験になりますけども、えー、科目はですね科目はその民法、会計、経済学これ共用3科目というふうに言うんですけどもそれぞれ100点で300点ですねそれから鑑定理論これ担当式試験にもありましたけど論文式試験でもやっぱりこの不動産鑑定士ですから。 鑑定理論というのは柱の科目で担当でも論文でも出てくるんですけども鑑定理論は合計で300点ということで民法、会計、経済これ300点ですね。で鑑定理論論文で300点計600点ですね論文式試験ね。で合格基準はっていうとおおむね7割あごめんなさいおおむね6割とういう、まあ、ことになっておりますね。でこれはねかなりぶれますね、あのー、本当に不動産鑑定試験でで、まあ、例えば経済学でね。 まあやたら難しい問題が出るときあるんですよ。 あの経済成長の理論というのがありましてねやったら難しい問題が出た時なんかは合格基準が非常に下がりました合格者の方でもほとんどできてません私リサちゃんとしてますからねあるいはあの会計の方でね、まあ、企業結合事業分離かなあの非常に難しい事業分離っていう、まあ、会計資産だったらもちろんね事業分離のそういった状況で会計士が仕事に携わるってことは多いでしょうからあの事業分離っていう、まあ、そういった会計処理についてはもちろん熟知してなければいけないんでしょうけど不動産鑑定士ですから、ね 別に会計のプロじゃありませんから例えばそういうね事業分離という非常に難しい問題が出たこともあったんですけども全然できませんやっぱりねそういった時なんかはおおむね6割というふうに、まあ、基準で基準じゃなくておおむね6割というふうに言われてもらいますけど合格基準がでももう全然こうまあそうですね、まあ、かなり、えー、ほとんども、あのー えー、点がつかないような状況でも、えー、合格っていう方はいらっしゃいますよね。だからじゃあなんでその会計で例えば難しい問題が出て全然点数取れないのに合格できるのかってうと他で勝負が決まるんですよ。ですからあの私はあのー、これちょっと本筋からずれるかもしれませんけどやっぱり合格するポイントは何かなっていうと。 あの得意科目を作ってそれで点数を稼がないことだというふうに思うんですよ。でどうしてかっていうとそれをやっちゃうとで、ね、やたら難しい問題が出た時にそれあの点数全然稼げないんですよね例えば自分は経済学が得意だと経済学が得意だというふうに言ってで経済学で点数を稼ごうというふうにやってそれで受けましたとで経済学でやたら難しい問題ができたらできないんですよ。 やたら難しい問題は受験生の方のレベルをポンと超えてる球が来るんですよ。だから高校生に百六十五キロの大谷の球が打てるのかって言ったら打てないですよ。どんなにレベル高い高校生でもね。ですから受験生でもやっぱり同じでね。経済学すごい得意だと。 でこれで稼ぐぞとこれで9割打つぞと、ね、いうふうに思ってもやたり難しい問題が出た,ったら0点に近いんですよ。ですから要は何が言いたいのかというと民法経済会計官邸理論というふうに論文が論文科目4科目ありますからそれをバランスよくやってどれで点数を稼ぐというのを作らないとバランスよく点数を取るとどれもヒットを打てるとそれを目指してほしいんですよ。 経済学ででホームランを打つじゃないんですよ。どれもヒットを打つどれどの科目でも一塁にたどり着けるとでそういう状況をやっぱ作ることが短期合格の道に、えー、短期合格なのかなっていうふうに思いますんでだから私はねあの1回目の講義で必ず申し上げるんですけどもあのー。 えー、合格答案を書くっていうことをね、やっぱ心がける。これ論文式試験ですからね、論文ですからこれ書くんですけども、合格答案っていうのがねポイントなんですよ。あのトップ答案じゃないんですよ。金メダルを取らなくていいんですよ。えー、今からちょっと申し上げますけどね、2017年の合格者の方は106名なんですよ。一、ね、番目を一番を目指さなくていいんですよ。その106番まで入り込めればいいんですよ。 100万までにこれ入り込めルば合格ですからだからそれでいいんですよ、ね、別に1位を取らなくてもいいとトップを取らなくてもいいということですねでトップ取ろうとやるとですね逆に失敗してしまいますよ経済学トップ取ろうと思ったらね経済学だけにやたら時間がかかってしまいますからバランスいい勉強法を心がけるとだから食べ物と一緒ですよ、ねえー、肉ばっか食っててもダメじゃないですか、ね、やっぱり三大栄養素 ねえーまあ、糖質脂質タンあの糖質脂質たんぱく質この3大栄養素をしっかりと取ってです、ねえー、それからビタミンミネラル,カルシュ、えー、ビタミンとかミネラルとかねそういうものもきっちりと取ってと、ね、いうことだと思いますんで食物繊維とか,かバランスよくですねその勉,あの勉強するってことが大切なのかなと思いますね。 で、これはですね。夏なんですね。テストは夏に行われまして、7月の下旬から8月の上旬の日曜日を含む同日月ですね。だから月曜日も貼っちゃいますから。まあ、あの受ける方はね。月曜日、ちょっといい休みをね。取っていただく必要があるのかなと思いますね。で、えっとですね。まあ、合格のですね。まあ基準なんですけども。 合格率なんですけども、えー、担当は 32.5%2017 年なんですけど3人に1人が合格とで2017年度で言いますとですね733名受けて106名の方が合格ということで 14.5%7、まあ、人に1人が合格ということで最近合格者の数が増えてきております合格率が 12.1%2013 年で2014年にちょっと下がりました。 えー、11.3%それからどんどん上がってきておりまして14.214.514.5ということで、えーまあ、約15%というところまで上がってきておりますのでそして合格者の数も100名を超えてるのが3年連続ということですから若干増えつつあるのかなということでありますので。 えまあ国交省もねちょっとやっぱりこれからはもう少し増やさないとということで試験の問題なんかもねちょっとだいぶ最近変わってきてるんですけどもやっぱりあのこれからはまあそういった意味でねちょっとずつ増えてるのかなというところでも狙い目なのかなと思いますね。 でその後ですけども、えー、論文式試験が終わりましたら実務収集ですね実務収集だから2つの試験を合格したら実務収集とで実務収集は1年から2年かかりますで、えー、何をするのかと言うと指導鑑定士のいる鑑定業者のところに行って修行するかあるいは大学で、ね、あの学ぶっていうことでも OK ということなんですけども実務収集して最後に終了考座という試験がありますとでそれで晴れて鑑定士で登録ということですね で担当式試験を合格しますとね、えー、そ,の年のその年を含めてということで、まあ、例えば2019年のです、ね、担当式試験を合格しますと3回ですね論文を受けることができるということなんですね。3, 3回論文を受けることが可能ということで、まあ、そんなところもメリットなのかなというふうに思いますね。でそれからですね えっとまあ、鑑定士試験を目指す方っていうのは、まあ、宅建からああの来る方が多いのかなっていうふうに思いますけども、宅建の試験というのは、権利関係とか、宅建業法とか、法令上の制限とか、まあ、その他ということで、不動産鑑定基準等っていうふうに書いてますけど、まあ、宅建の試験というのは、こういうのを勉強してっていうことなんですね。で、権利関係っていうのは、例えば不動産鑑定士試験だったら、民法で使えます。 それから宅建業法法法令上のの宣言っていうのは行政法規で使えます。それからその他の不動産鑑定評価基準というのはまさに鑑定理論で使いますということで宅建で勉強した内容っていうのが結構鑑定士でで使えるんですね。しかもこれが60%も使えると、ね、いうことでありますからこれね「宅建の知識をそのままにしておくのはもったいないですから是非鑑定士にですね、えー、鑑,鑑定士を目指していただければ今までの知識がそれ使えるんだよ」ということで是非、まあ、ね あの宅建の方なんかはあの鑑定士を目指していただくといいのかなと思いますねただやっぱり、ね、勉強時間はね相当かかってしまいますね、えー、担当式試験で500時間そして、えー、論文式試験で2000時間ということでまあ合わせて2500時間はまあ、うん、大体かかるかなということでこれは結構かかりますね、えー、だけど例えば逆の発想を持っていただきたいんですよ ね、10時間で受かる資格なんてはっきり言って大した資格じゃないですよ悪いけど、ね、これだけの時間がかかるる資格だから価値があるってことですよ、ね、これだけの時間がかかってそれで合格っていうことですからこれは価値のある資格以外の何物でもないわけですよねですから逆にな、ねえー、つまんない資格もう10個も20個も100個も取ってもしょうがないですよ、ね。ちゃんとした資格をこの1個取った方がもう全然いいと思いますんでね。 まあ、何でもそうですよ、時間かかりますよ、何でもね、私はプロフェッショナルになるにはね、やっぱり1万時間、まあ、8000時間、1万時間かかるというふうによく言われたもんですよ、私が大学院にいた頃はね、経済学で私、あの大学院卒業しておりますから。 だから私なんか多分学生時代だけでね、経済学で大学院で勉強したなんて何千時間勉強してますからで今まででも経済学で何万時間勉強してるわけですよ。だからプロフェッショナルというのはやっぱりね、あのそ,あのそれ相応の時間かけなければダメっていうことだと思いますんでこれ不,動産鑑定士不動産鑑定士っていうのは不動産系の最高峰の資格ですからね、それだけ時間かけなければやっぱり最高峰のプロフェッショナルの、えー、専門家っていう風にはなれないわけですよね。 かかから時間がかかるもう嫌だというふうに思うんじゃなくて時間がかかるからむしろやってやろうというふうにそういうふうな発想の転換ですねこれをむしろしていただきたいかなというふうに思いますね。 ではじゃあどうしましょうということで不動産鑑定試験の講座をレックでは提供させていただいておりますけれども3つのコースから成り立っているとまず1つ目なんですけれども最短突破型ということで、ね、これは結構、まあ、学生の方とか、ね、あるいは働いている方でも結構受験に専念できますよという、ね、そういった方におすすめなんですね最短突破型とこれはあの2019年度も合格を目指すコースですね。 担当式試験、論文式試験というふうにありますけど2019年の論文式試験も合格目指しちゃうというコースがこの最短突破型になりますね。ただこれは働いている方はちょっと厳しいかなというふうに思いますねやっぱり時間がね結構なかなかそこまで取れないかなとただ学生さんでもしあればあるいはあの社会人の方でもですねちょっと今仕事をあのやめてあの仕事してませんという方であればですね、まあ、こちらは、まあ、そういった意味でおすすめかなと思いますね。 あの2017年に合格された、ね、方で非常に短期合格された方いらっしゃるんですよ。まだちょっと見られるかなというふうに思うんですけどもレックでねあの合格者対談というのがあるんですけども。 あの私ども講師がね、えー、そのレックの講座を利用した方で合格した方と対談するっていうのがあるんですけども短期合格された女性の方が学生さんだったんですけどもあのいらっしゃいましてまだ対談が多分ウェブ上で残ってんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、レックのホームページとかもし興味のある方は見て頂ければと思いますけども、えーまあ、最短突破型で勉強していただくと その2019年合格に間に合うということですね、まあ、ただちょっとね、えー、働いてるとなったら厳しいかなということですね。で、それからですね、バランス重視型ですね、えー、こちらはね、社会人の方で、まあ、時間調整が効く方ですね、バランスよく平均的に学習したい方ということで、まず担当をしっかりと合格するんですけど、論文の基礎部分は学んじゃいますと、これがバランス重視型なんです。 で比較的社会人の中でも時ですからまあそうですね一、まあ、日8時間は働くけどもちゃんと定時に帰れますとで土日は休みですというのであればぜひチャレンジしていただければなと思いますね。で それから最後でですすけども、も担当特化型ですね。もう社会人ちょっと忙しいと土,土日もちょっとね仕事出たりだとかねお客さんとゴルフ行かなければいけないんだという方はですねこの担当特化型っていうのがいいかなというふうに思いますね。担当式試験論文式試験この2段階方式なんですけどまず担当を合格するんだとそして、えー、次の年論文合格するんだというねその2段階でいってしまうというのがこの担当特化型ですねまずは担当特化型だと。 でそれれぞちょっと具体的な説明に参りますけれどもまずお時間があると、まあ、学生さんなんかがこちらいいかなということなんですけど担当と論文フルコースということでえ論文式試験に必要なものも,もうこれ全部やってしまうんだと、ね、2019年度合格に必要なものを全部やってしまうというのが担当論文フルコースということで、まあ、ただこれは働いているとちょっと難しいかもしれないですね。 でそれに対して、えーまあ、あのこれがバランス型ということで担当合格を目指すんですけど論文の基礎の部分やっちゃいますよとこれが担当論文の基礎部分だけ、まあ、基礎部分も追加して勉強しますと担当に加えてね。 でもしねこれを取ってねもしこれを取っていや結構ゆとりあるなともう少しできるなっていう方はねこれ追加で取ることできますんで追加でね論文式試験に必要なものを論文式試験に追加で必要なものを、えー、あの追加で取ることができますんで、まあ、あのどうだろう自分はどうかな自分はちょっと時間が取れないかもしれないだけど取れるかもしれない。 という方は、まずこれを取っておいて、まずこれを取っておいてです、ね、そして時間にもしゆとりがあれば追加で取ればいいということですから、まあ、そういった意味でもこちらは、まあ、あの柔軟に対応できますのでね、お得かなとで。自分は時間がありませんという方は、ですねこちらですね、もう担当合格コース、担当に必要なことしかやりません、担当に必要なことしかやらない、論文はもうやりませんと、ねえー、論文は担当に合格してからやりますというのが担当合格コースなんですね。 まあ、ちなみにこちらはですねもうあのずっと10年ぐらいですかね、ちょっとなどれぐらいかわかりませんけれどもあの、財務省の、ね、研修でもあの使用して、えー、いただいている、そういった講座になっておりますねですかね。 まあこの3つのコースがあるということで夏からでもですねまあ十分担当合格そして時間のある方は論文合格も目指せるということだと思いますのでぜひともねえその不動産鑑定試験というねえ資格にチャレンジえしていただければとえ思っておりますけどねまあ検討していただいてえチャレンジしていただければ幸いであります。それれでででではすすす。ね、ね、ガイスの方ですねえー以上とささせていたた。だきますどうも皆さんお疲れ様でした